森田美玲は東京メトロポリタンテレビジョンのアナウンサー。東京都出身。身長156センチメートル。提京高等学校、協立女子大学文芸学部卒業。ゴルフ部所属。実家は千代田区にある老舗飲料会社を経営。大学在学中の2012年にはミス協立女子大学に出場し、グランプリに輝いた。 千代田区立高地町中学校の出身で、中学時代は学級委員を務めていた。帝京高校時代は野球部に所属し、高校野球東東京大会の試合アナウンスを担当した。この時、取材に来たアナウンサーが仕事に打ち込む姿を見て、その姿が本人にはとても輝いて見えたということで、私も高校野球を伝えられるアナウンサーになりたいと。 思うようになる。野球部の同期には松本剛や伊藤拓郎がいた。あとに、帝京高校野球部 OB 総会でも総合司会を担当している。2014年には BS 富士学生キャスターを務める。なお、同期には TBS アナウンサーの山本里奈がいた。2015年4月からは富士テレビの報道局ニュースのキャスターを務める。また、 同年7月には東京 MX、東京 MX ニュース高校野球ハイライトの公式応援サポーターとしてキャスターを務めている。このように学生キャスターをしながらアナウンサーになれる可能性を探っていた。2016年4月には東京 MX に入社。東京 MX を死亡した理由は高校野球東西東京大会の中継をやっている。 ことも大きかったと話している。最初の配属は、報道部で、警視庁担当記者を務め、記者として、東京 MX ニュースに出演。入社3年目の時に、上司から試しにと勧められて、アナウンサーに転身。現在は、東京 MX で、唯一の社員アナウンサー。その後、2017年10月から、日曜日のニュース、月曜夜間のスタジオキャスターを担当。 平日ニュースでは天気や中継に出演。2018年12月13日には麹町警察署の1日警察署長を担当。ありがとうございます。